皆さんおはようございます。孫です。今オープニングのビデオがありましたけども、楽しいですね。今我々が置かれているこの時代というのはまさに変革の時だというふうに思っています。産業革命がありました。産業革命は人々の生活を根底から変えました。しかし今回の情報革命というのはさらにこれまで人々が想像できなかったような世界にまで我々を導いてくれると、それほど大きな変革だというふうに思っております。その変革の時に我々がちょうど生まれ、そしてそこにチャレンジできるということは本当に幸せなことだというふうに思います。私がまだ学生の頃ですね、将来事業家になりたいと思った時に思いました。いや松下幸之助さんは幸せだなと、本田さんは森田さんは幸せだなと、いい時代に生まれたよなと、もし自分があの時代に生まれてたら自分は彼らと切磋琢磨して同じようにこのエレクトロニクス自動車そういう業界にですね打って出て挑戦したのになというふうに羨ましく思いました。彼らが生まれたタイミングに対して羨ましく思ったわけです。学生の頃ですね。でも今振り返って思うのは良かったなと、こっちの方がいい時代に生まれたなと、こういうふうに思うわけであります。そういう時代に生まれた我々が挑戦できると、このことに対して私は本当に幸せだというふうに思います。このソフトバンクワールドも開始してもう6年ですか、経ったわけですけども、最初の頃はですね、iPhone 使ってますか、iPad 使ってますか、両方持ってない人はもう人間やめた方がいいというぐらい極端な言い方をしました。大刀と小刀、日本の侍というのは大刀と小刀両方持って初めて侍と言えるんだというようなことを言いました。今やもはやですね、そんなことを言う必要すらないというぐらい、たったこの6年7年で世の中はもう決定的に変わりました。でもこっから先はもっともっとすごい変革がやってくると、もう胸ワクワクと、もう寝る時間ももったいないと、いつも朝起きたらですね、あれここはどこだと、いう感じでベッドから起きるときに、アメリカで自分が目覚めたのか、インドなのか、どこで目覚めたのかと、サウジかと、こういうような最近、自分がどこにいるのかわからないぐらいですね、世界中飛び回っておりますけれども、寝る時間が本当にもったいないと、そういうような興奮ワクワクドキドキの、そういう時代であります。じゃあ早速ちょっと、プレゼンの内容に入りましょう。今少し申し上げました、産業革命、18世紀に始まりました。イギリスが最初の発端でしたね。この産業革命の時に、その背景にあったのはですね、ジェントレ、ジェントレが、皆さんご存知かもしれませんが、ジェントルマンの語源になった、この彼らジェントレ、つまり王族からですね、王様から、特権階級として、騎士たちですね、当時の騎士たちが、もう戦戦いがだいぶ終わってきて、その騎士たちに王様が土地を与えたわけですね。特権階級として、資産として土地を与えたと。その騎士たちジェントレたちは、その得た土地特権階級のその財産資産の運用で、彼らは生活を、豊かな生活を送ってたわけですけども、単に資金を得ると、資産を得るというだけではなくて、彼らは騎士としての社会貢献の思いも非常に強く持ってたわけですね。
ですから彼らは、その当時である当時のインフラである道路だとか船だとか、そういうものに、大いに、投資、まあ、金融市場を通じて投資をしたりしました。彼らの資金資産がまさに、新しい時代のですね、産業革命のための資金源として、資金源として新しいテクノロジーの誕生に大いに貢献したわけであります。つまり新しい発明による技術と、そして資本、この両方がリスクを取る資本ですね。このリスクを取る資本と技術、この両方が重なって産業革命が起きていたということであります。最初は蒸気機関でした。それが自動食器になり、蒸気機関車、そして後には自動車、エジソンと、こういうふうにどんどん広がっていったわけであります。つまり新しいテクノロジー、そこに資本、両方が重なって、大いなる革命が起きていくというわけであります。産業革命、それが我々の人々の生活を決定的に変えましたけれども、産業革命は人間が持つ筋肉の力の延長、つまりより速く走る、より重たいものを持ち上げると、空を飛ぶと、こういうように人間の五体が持っている機能のですね、パワーの拡張でありました。この情報革命、これは筋肉というよりも頭脳の、頭脳、知能、知識、脳細胞の働きの延長、拡張させると、そういう革命であります。人間にとって、筋肉である手や足よりも脳の方がはるかに重要な、意味を持つということはもう皆さん、十分分かっていると思いますけれども、私はこの知能の、拡張である情報革命というのは本当にすごい変革をもたらすというふうに思います。そこで我々はソフトバンクグループは、この新しい技術に、大きなリスクマネー、リスクマネーであるキャピタルをですね、投入し、大いなる変革を促進したいというふうに思うわけであります。この情報革命の中心はパソコンが、一台一台のパソコン、コンピューター、最初は大きなコンピューターだったものがマイクロコンピューターのマイコンのおかげでですね、マイクロプロセッサーのおかげでパソコンになり、そしてそれがお互いがつながってインターネットになり、さらに今度はパソコン、スマホだけではなくて、ありとあらゆるものに、このマイクロプロセッサーが入ると、 IoT の時代がやってくる。それが単に計算とか記憶というものにとどまらず、知恵の拡張にまでいくと。つまり知識だとか計算だけではなくて知恵の拡張、人間よりも賢くなっていくというような時代が、これからアーティフィシャルインテリジェンスでやってくるわけであります。その結果ですね、人間よりも強い囲碁だとか将棋だとかチェス、もう人間かなわないですね。最近のニュースでは人間同士の戦いよりも人間対コンピューターの戦い、でももうコンピューターへの戦いは人間は諦めた方がいいというぐらいに、圧倒的に彼らの方が強くなってしまった。人間が作ったはずの囲碁だとか将棋チェスのプログラムがですね、人間よりも強くなってしまったと。もはやそれは単純な従来の計算とか記憶だけではなくて、アートの世界にまで、また医学の世界ですね、産業用のロボットは、単純作業をしてたロボットはより賢くなり、そして言葉もですね、人間のしゃべる言葉、瞬時にさまざまな言語に翻訳をすると、そういうところにまで人工知能が進化してきたわけであります。さらにですね、今までは、日本ではまだいろんな規制で、ほとんど実現されてませんけれども、世界の各国ではですね、ウーバーだとかディディだ、そういう会社がですね、新しい技術をどんどん進化させ、交通渋滞ですらですね、緩和されるというようなことが起きてます。日本ではいまだにタクシー皆さん呼ぶとですね、はい、何号車どこどこに行ってくださいと、こういう車の中でなんか、無線のその指示が飛びますね。呼んでから来るというのが日本のタクシー。
もはや、中国のディディ、アメリカのウーバーにおいては呼んでから来るのではなくて、呼ぶ前にですね、すでに予測をし、人工知能で学習し、ヒートマップを作り、呼ぶ前にすでに来てると、呼ぶ前に近所に来てると。それは曜日だとか天気だとか、そのシーズンだとかイベントだとか、そういうものを全部学習し、人工知能の力によってですね、呼ぶ前に、人々がアクションを起こす前に予測してくるというようなことがもう実現されてきておるわけであります。その人工知能を鍛えていくのはデータであります。データが今まで我々の産業界において必要とされた資源、鉄だとか石油だとかいろんなものがありますね。そういう資源、産業革命に必要だった資源に比べて、情報革命にとって一番重要な資源、それはデータであると。データを一番たくさん先に得たものが勝つと。それを分析し、人工知能を鍛えていくと、そういうような時代がやってきたわけであります。我々ソフトバンクグループはアームを傘下に入れることによって、今日この後アームの CEO のサイモンにもプレゼンをしていただきますけれども、アームは IoT の世界で 90% のマーケットシェアを持つに至っております。スマホ、皆さんがポケットに、ここにいる皆さんはほぼ 100% スマホをポケットに今入れていると思います。この世界中のスマートフォンの 99% 以上は、ARM のチップによって構成されています。 99% です。今まで皆さん、いろんな重要な産業ありますね。重要な産業で一つの会社が世界中のシェアの 99% のマーケットシェアを持ったということはなかなかないことです。なかなかないことです。その 99% のシェアを持った、ARM がですね、さらにスマホだけではなくてですね、モデムだとか、いろんな記憶のためのストレージ、それから家電製品、ありとあらゆる自動車だとか、ありとあらゆるもの、 IoT の全てにこれから ARM が入っていくという時代がやってきているわけです。またこれらはつながらなければいけません。我々は携帯電話、あるいは固定の回線を通じてつながり合っておりますけれども、それでもまだつながらないところがあります。これからはつながらないところはないという時代がやってきます。地球の周りに800個、嘘、800じゃないですよ、800個の衛星を浮かべ、さらにそれが2000個3000個の衛星を地球の周りに浮かべると、そして世界中に通信革命をもたらすと。今までの光ファイバーの速度で、LTE の遅延で、そのぐらいの遅延でですね、世界中が光ファイバーの速度で、10億回線ぐらいつないでしまうと、そういう技術をもってしてですね、今準備中なのが我々のグループのワンウェブであります。つまりソフトバンクはですね、単に固定回線のブロードバンドだとか携帯回線のブロードバンドというだけではなくて、衛星からですね、地球上を全て覆ってしまうということを考えているわけであります。したがってこれからは ARM による IoT、 ワンウェブによる世界中の通信網、これらが1兆個の IoT のデバイスがつながってしまうと、瞬時に世界中のありとあらゆる人々だけではなくて物もつないでしまうと。この1兆個のものがですね、お互いに通信し合うと。ソフトバンクはですね、今まで我々の競合他社と人間の回線数を競っておりました。人間の回線数では世界中全部足したってせいぜい70億回線しかないわけですね。人間をつなぐというのは全世界の全ての国のですね、全ての人間のマーケットシェアを取ったとしてもせいぜいたった70億回線しかないと。70億回線の世界ではなくてですね、我々ソフトバンクは1兆回線もつないでしまいたいということを思っているわけですね。
一朝回線をつなぐと、それらが全てのものが全ての人に加えてつながり合う。で、我々が寝てる間も世界中でつながってると、リアルタイムにつながると、そういう世界を作ろうとして考えているわけです。つまりそれらのものとものが通信をし、人とものが通信をする、そこにはデータが生まれます。チップのないところにデータはないと。チップのないところにデータはない。データが生まれるときには必ずそこにはチップがある。そこには 90% の確率でアームのチップがある。そこから生成されるデータがアームのビッグデータのクラウドにつながっていく、自動的につながる。それを人工知能で解析し、お互いがどんどん賢く鍛えていくと、そういう時代を我々は構想しているわけです。つまり私はシンギュラリティは必ずやってくるというふうに信じている人間であります。まあ、30年ぐらいにはやってくるでしょう。我々人類が生まれてもうすでに20万年ぐらい経ったというふうに言われているんです。20万年の人類の歴史の中で考えるとですね、30年後に来るのか50年後に来るのか、まあ、それは誤差だと。どっちにしろ来ると。人間が囲碁でコンピューターに勝てなくなったように、人間が囲碁だとか将棋だけではなくてですね、ありとあらゆる推論、ありとあらゆる記憶、ありとあらゆるその予測ですね、知恵、人間がおよそ考える程度のものはコンピューターははるかに賢くなると、そういう時代がもはややってくるということは疑う余地もないというふうに私は信じているわけです。それがいいことなのか悪いことなのかというのは、これから我々が大いに議論すべきテーマでありますが、望む望まないに関わらず必ずやってくると。やってくるとするならば、それをより良い方向に導こうではないかというのが我々ソフトバンクの考えであります。で、従来はこの人工知能、超知性ですね、人間の知能を超える知性は、じっとしているスマートフォン、じっとしている PC に組み込まれているだけでした。でもそれらがロボットに組み込まれたときに、彼らは我々人間と人類と同じように街を歩き始める、同じように走り始める、あるいは人間よりも空を飛びながら、海を潜りながらと、巨大なロボットあり、マイクロロボットありと、そのロボットたちが超知性を身につけて、クラウドでつながり、リアルタイムでありとあらゆる一兆個のものと通信し合うと。そうするとですね、彼らは我々をはるかにしのぐ、まあ、我々ペパーを、世に出してですね、なんだと、ペパーはただの操り人形じゃないかと、ピノキオじゃないかというふうに思っている人がまだたくさんいます。まあ、そう思っていただいて結構だと。そんなものはまあ入り口に過ぎないんだと。これからペッパー20、ペッパー30、ペッパー100というふうに進化する中で、今バカにしている人々は自分たちがバカにした彼らに追い抜かれていくという現実を見ることになっていくんだろうというふうに思います。もちろんペッパーも形を変えますよ。より大きくなったり小さくなったり、空を飛んだり、まあ、鉄腕アトムのようになるかもしれません。これらがとにかくやってくるんだと。やってくるとすると、我々は越される側にいるのではなくて、越す側にいたいと、越す側にいたいと、しかも彼らと一緒に世界を変革していきたいというふうに私は思っているわけです。そこで我々はつい最近、素晴らしい会社をさらにグループに、入れることができました。ボストンダイナミクスです。後ほどさらに詳しくこちらについても紹介をいたします。つまりありとあらゆる産業がですね、再定義される、そういう時代が来たわけです。今までの情報革命というのは、単に新聞がインターネットになった、ラジオがテレビがインターネットになったと、つまり情報産業、従来の古い情報産業がコンピューターで置き換わったというだけに過ぎませんでした。しかしこれからはですね、
そういう広告をビジネスモデルにするという情報産業だけではなくてですね、医療の世界、交通手段の世界、農業の世界、ありとあらゆる産業がですね再定義される、そういう時代がついにやってきたわけです。つまり事故のない交通手段、交通の社会インフラが出来上がる。人々は、楽にですね、しかも楽しく、100歳を超える平均寿命を持つ時代がやってくるでしょう。私は300年のビジョンの中ではこれが200歳になるというふうに勝手に予測しているわけですけれども、100歳の平均寿命はもうすぐ目の前にあるというふうに私は思います。未来を予測することのできる世界がやってくると。ロボットとスマートロボット、スマートロボットと従来のロボットは決定的に違います。スマートフォンと従来の携帯電話が決定的に違うように、スマートロボットと従来の単なる組み立てロボットでは決定的に違う。つまり今工場で活躍している組み立てロボットは知恵のないロボットです。人工知能の乗ってないロボットです。我々よりも賢くないロボットです。単純作業するロボットです。我々今まで人間がロボットのような世界と、ロボットのような人間という時にはバカにした、彼らをバカにした呼び方です。つまりロボットは機械的に組み込まれた作業しかできないというふうに思い込んで、ロボットのような人間、ロボットのような動きというふうに言ってるわけですけれども、彼らは人工知能を持つことによってスマートロボットに置き換わるわけです。生まれ変わるわけです。スマートロボットは単純作業ではなくて、自らが学習し、自らが賢くなり、よりスムーズに、よりパワフルに、より優しく人の心まで理解をし、自らが行動すると、そういう時代がやってくるというふうに私は思っているわけです。ソフトバンクは新しい時代のジェントレになりたいというふうに思っているわけです。産業革命の時代にジェントレがリスクマネーのキャピタルを投じたように、ソフトバンクはテクノロジーを理解しリスクマネーを投じ、実際ソフトバンクはもうすでにこの 2,30 年やってる、それをやってきたわけですけども、特にこの18年間の実績としては、我々が投資した資金、リスクマネーとして投資した資金は約1兆数千億円、1兆円ちょっとでした。それが結果的にはですね、20兆円を超えるようなリターンを生むに至ったわけですね。つまり毎年 44% 複利で価値を増やしたと。おそらくこれほどの規模で、かつこれほどの収益率を出した、実績を出した会社は世界中にないんではないかというふうに思っております。勝手に自負しております。これを言うとですね、ラッキーだったねと、孫さんと、あんたラッキーだったよと、アリババ掘り当てたねと、こういうふうに言われます。確かにそうです。アリババに投資したことは私にとって非常にラッキーなことでした。ジャック・マーに非常に感謝をしているということでありますけれども、じゃあアリババを除いたらこの 44% は一体何パーセントなのかというと、実はですね 42% なんです。アリババを除いて計算しても、我々ソフトバンクの IRR、 複利で得た利益は実は 42% です。じゃあ2番目の会社を除いてみても 43% に逆に上がると。3番目を除いても 41%、 4番目を除いても 41%、 5番目一番儲かった会社を除いても実は 41% のリターンであったと。つまりこれは一つだけのラッキーではなかったと。もしかしたらここまで続くと実力なんじゃないかと、もしかしたら私は賢いんじゃないかと一回だけのラッキーではないということを、ちょっと自慢したかったわけでございますつまりこのようにですね、我々が一番大きなリターンの率を上げたのはアリババですけども、ボーダフォンジャパンを買収しソフトバンクモバイルに生まれ変わらせたヤフージャパンだと、スプリントも実は儲かってるんです。皆さん、スプリントをソフトバンクが投資してですね、真っ赤かだと、苦労してるというふうに勝手に心配してくれてるんじゃないかと
というふうに思うんですが、実はスプリントに投資してすでにソフトバンクは 48% 複利でですよ、複利で毎年 48% のリターンを得ているというのが実は実績なんであります。スーパーセルも 97% の複利でのリターン、投資した資本に対してですね、リターンを得ていると。つまりこれは我々が単に1回打席に立って1回ヒットを打ったというのではなくて、意図して考えて戦略的に何回も打席に立ち、まあ空振りもしました、失敗もしました、たくさん失敗もしましたけども、当たったヒットの方が大きかったということを意味しているわけです。これは偶然にそうなったのではなくて、意図してそこにリスクを取りに行っていると、意図して情報産業のジェントレになりたいということを我々はやってきているということであります。つまり情報革命に必要なジェントレ、これを我々が買って出ているわけです。今回その規模をさらに増やそうということで、10兆円のソフトバンクビジョンファンドというキャピタルを準備しました。この10兆円という規模は皆さんご存知かもしれませんけども、去年1年間の世界中のベンチャーキャピタル、すべてのベンチャーキャピタル、世界のすべてのベンチャーキャピタルを足して、その彼らの調達総額が7兆円です。それに対してソフトバンクビジョンファンド一つで、一社で、我々ソフトバンクだけで全ての世界中のジェントレを超えた規模を用意したということであります。10兆円というのはそういう規模だということであります。まあ、AIIB が時々議論されますけども、 AIIB 規模を我々ソフトバンクが一社で用意したということであります。このジェントレとしてのソフトバンク、これはかつて王族からその特権階級で土地を得て資本を得てと、で今回まさに本物の王族から本物の王族から我々は資金の協力を得て、まさに新しい時代のジェントレとして買って出てるわけであります。時代は我々に対して追い風であります。ほんの10年前、世界中の時価総額のトップ10の中にいた情報関連の会社は1社だけでした。マイクロソフト1社だけでした。しかし直近の時点ではトップ10の中にですね、すでに7社入っております。しかも世界中のトップ10の中の7社のうちの我々グループのアリババがすでに7位トップ10の中に入っているということであります。今から20年30年経つとですね、このトップ10の中にソフトバンクカラーの会社が何社か入っているということに私はなるんではないかというふうに勝手に思っております。それを総和を足すとですね、ソフトバンクはまさに新しい時代のジェントレとして彼らを支援しバックアップし大きくしていくと。そこで今回ソフトバンクは我々一社ではできないので協力パートナーを得ました。先ほどの王族としてのサウジ、あるいはアブダビ、アップル、クアルコム、フォックスコン、シャープと、彼らが私の思いに賛同してくれたわけであります。もちろんソフトバンク自らも約3兆円の資金をここに投じているということであります。ということでソフトバンクが目指すのは単に一つのテクノロジー、一つのビジネスモデル、一つのブランドで世界を牽引するのではなくてですね、同志、同じ志、同じ思いを持っているアントレプナー、起業家を我々のグループにみんなで集まって、みんなで力を合わせて革命を起こそうではないかということであります。革命というのは決して一人の力でできるものではありません。革命というのは力を持ってない農民、力を持ってない一般市民が力を合わせてこれまでの世界に対し挑戦し変えていくというのが革命であります。
ソフトバンク一社では決して大きな力を持っていません。しかし我々はですね、同じ志を持っている企業家たちとテクノロジー、そこに資金、それを集めてですね、志、同志的結合、志を共にする仲間たちと一緒に革命を起こそうということを考えているわけです。そのでは早速ですね、我々の同志的結合、我々の革命の仲間の一社を紹介したいと思います。ボストンダイナミクスのマークです。マーク、 Please come。ありがとうございます。非常にインスピレーションいました。ソフトバンクグループにようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ちょっと、ビジョンについてお聞かせいただけますでしょうか。そしてまたテクノロジーについてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。通常の普通の人間は非常にすごいことができると思います。特別なことができます。私たち足を使って、その歩く、そしてまた走ることができます。どこでも行くことができます。我々旅行に行く、あるいはまた私たちいろんなところに出張に行きます。あるいは山に登ることもできます。これは非常に素晴らしいことです。普通の人は自分たちの手を使って、そしていろんなことを操作することもできます。私今このデバイスを使って、でこれをその切り替える、あるいはこれを分解する、あるいはこれをまた組み立てるということもできます。これをすべて私の手を使って、そしてまた私の脳みそを作って、そして私の知覚システムを使って行うことができます。通常の人はその知覚があります。これ、その知覚そのものは非常にすごいことなんです。例えば地下鉄の駅、東京で行きますよね。どこでもいいんですけれども、たくさんの人がいます。たくさんの何千人という人がいて、そしてその人をすり抜けて皆さんの視覚、そして脳がそのぶつからないようにその歩いていくことができるわけです。それ自体は非常に素晴らしいことです。ボストンダイナミクスは何をやっているのかということなんですけれども、ロボットを、まさにそういったの機能を持ったロボットを作っております。我々のゴールというのは、まさに我々その人よりも超える、あるいは人と同等な、例えば運動、そしてまた操作性、そしてまたその知覚、そしてまたインテリジェンスを持ったものになります。それは本当に長期的な目標ということになります。今すぐそれが実現できるわけではありません。しかしながら、今私たちは1ステップ1ステップを上りつつあるわけです。ということで、今我々が何をしているのかということを皆様方にご覧に入れましょう。このロボットの主な機能というのはモビリティ、つまり動くということです。実際の現場に出て、そして動くことができる、できるということはバランスが取れるということです。一番重要なのは、どのような地面であってもその上をバランスを取りながら歩くことができるということが目的になっています。それからまたこれは運搬ができます。もともと200キロを運ぶというものなんですけれども、テストでは500キログラムまで運ぶことができています。これまでドローンを使って家に運ぶという画像を見たことはあると思いますが、ではこれで運ぶというのはどうでしょうか。私たちはこういうようなタイプのロボットを使って、そして物の運搬をさせています。ここにありますのは、私たちの会社の従業員の家に実際に荷物を運ばしています。ボストンに関しては家がいろんな形のものがありますので、そのいろんな形の家にも物を運ぶことができるかどうかということをテストしています。そしてこれに関しては、屋内を対象にしたタイプの小型のロボットです。これはスポットという名前です。英語ではこうスポットと言いますと、犬のようなロボットということでスポットという名前をつけているんですけれども、これは私たちのラボの中にわざと作ったシミュレーション用の部屋です。その部屋の中で何ができるかということをやっています。そしてこちらの方は移動、それからセンシング、認識、インテリジェンス、いろんなものを中に組み込んでいます。現実の世界において複雑な地表といったものをきちんと移動することができるようにということで、それからまた2つの腕と、そして二足歩行ができるロボットといったものも作り上げています。これは
いろいろな地方でも動いていくことができる、同時にまた手を使うことができる、これは体全体のバランスをとっています。それから認識もできますので、インテリジェンスが中にあります。与えられたタスクで非常に有用なもの、例えばある箱をある A 地点から B 地点に送るとか、それからまた列を作っていろんなことができるかということです。これは人間の作業員と比べてどれぐらいの速度で作業ができるかということを今計測しています。まあどうですか、箱、これは2台のロボットが一緒に作業しています、まあ、ちょっと、こんな荒い感じでやっておりますけれども、今こういう状態まで来ています。続いてこちらのロボットです。人間と同じ機能を持つロボットというのが、全く人間と同じ形をしている必要はないということで、今回は車輪をつけてみました。車輪の方が効率がいいわけです。腕は2本ありますので、いろいろな作業ができます。これはだいたい50キロ、まあ100パウンドぐらいをこうやって持ち上げることができます。それからまた汗をかくこともなく、簡単に50キロを持っていくことができるわけです。そして荒い地表でもこうやって移動することができます。さらにこういったかっこいいこともできるよということをみんなに見せるのが大好きです。今日は実際のスポットミニを持ってまいりました。サッカー今オペレーションをしてくれています。今ロボットがステージ上を歩いています。どれぐらいの方向でどれぐらいのスピードで行くかということはオペレーターが今決めてますけれども、しかしながら自分でその歩行の内容というのは決めています。こういったタイプのロボットの素晴らしいところというのは、多方向に動くことができるということです。横向きにも、それからまた前向きにも、後ろ向きにも、回転もできるということです。もちろんロボットはもちろんこういうふうにちょっと自慢したいというところもありますので、こんなことができますよということもしてます。どうですか、ダイナミックなタスクです。二足というふうに言われたものもありますが、それではスポットミニの説明をしましょう。ここにステレオカメラがついています。スクリーン上を見てください。今ロボットが見ている内容を映し出しています。もう一つ別のモードに切り替えます。そうするとこれは今ロボットが考えている頭の中です。彼から見たこのステージ上の地図が出ています。これはステレオカメラで獲得された情報で、そしてこちら側に行けばステージから落っこってしまうということもロボットには分かっています。それからもう一つ、ライダーというレーザーレンジャーがここについております。そしてレーザーレンジャーのこれはビューを今映しておりますけれども、ステージ全体を見ることができます。これによってステージ上のナビゲーションをすることができるわけです。それではセキュリティパトロールの状況を示してみましょう。別のモードに切り替えます。ロボットが完全に自立歩行をします。もう完全な自立歩行ですので、オペレーターは関与していません。普通の人間のセキュリティのように、あちらこちらを見ながら不審なものがないかどうかということを見て回っています。不審なものが置いてあるかどうかということを見ています。マサさん、少し後ろに行っていただかないとロボットに見つかってしまうかもしれません。まだ人を完全に見つけるというところまでは来ておりませんけれども、こういった段差はもう見分けることができるようになっています。ステレオビジョンを使っておりますので、段差などは簡単に認識することができます。それでは今度はステップではなくて障害物にしてみましょう。ライダーを使いながらステージ上の障害物を見ています。こちらの方に行くようにということをやっておりますが、 GPS がこの部屋の中にはないので、他のセンサーを使いながら移動しなければなりません。2つのラッピングをやっています。例えばショッピングセンターとか工場とかウェアハウスでセキュリティをこのロボットにやらせるということです。ステレオカメラが障害物を認知しました。そしてこれはもう登れないということで避けて歩いたのです。もう一つスポットミニの機能としては、アームがあるというのがあります。非常にスマートなアームです。ですからアームにプログラムを当てると、こういうふうに何をするかということを決めることができます。この手に何をしてほしいかなということで、サスの方で左とか右とかに動けとか開けろとかいろんなことをやっています。
ます。それからまたコーディネーションもできます。こういうふうに体を動かしてもそれでも手はそのままの位置であるということになるわけです。私も自分の手をこうやって同じところに置いてそして体を動かすということもできるんですけれども、これは自分の体のことを考えずに、そして失礼します、ちょっと喉が渇いてきたのであそこにある飲み物を取ってきてくれる。このタスク、手のところにもカメラがついていますのでスキャニングをして缶を認識して、そしてそれを握って、そして私の方に持ってきてくれます。スポット、どうもありがとう。聴衆の皆様方、私の話を聞いてくださってありがとうございました。Fantastic. Fantastic. Thank you.素晴らしいですね、マークさん。一緒に世界を変えていきましょう。私はそれを楽しみにしています。AI をどんどんと世の中に繰り出していきましょう。どうもありがとう。先ほどから世界中の通信をつなぐということを申し上げました。今まで人工衛星というとはるかに遠い世界にいて、地球に到達するのに遅延が大きすぎてインターネットには使い物にならないと、まあ、動画の放送には使えるけどもインターネットには使い物にならないというのが従来の我々の人々の理解でした。しかし、これをですね、30倍日本地球に近く、近寄せて、そして圧倒的な数の衛星を浮かべることによって通信の革命を起こします。じゃあその点についてGreg, why don't you explain your vision? Thank you. So this is fantastic. すごいですね。先ほど見たデモンストレーション、ロボットでもすごかったです。私の方からは、どういった形で、例えばインターネットにアクセスを持てない子ども、これは重要な問題だと思います。私たちはいろいろマシンやテクノロジーを作ってインターネットのアクセスを広げたいと思っています。何をしているかというと、孫さんの力とそのビジョンを力にして、すべての人にインターネットアクセスを提供したいと思っています。世界中のすべての人にインターネットを提供したら、つまりどこにいてもデータにアクセスができる、いろんなものにアクセスができる、そういった世界を作りたいというのが我々のビジョン。実際に我々ワンウェブ社のミッションです。グローバルなデジタルディバイドを2027年までに完全になくすというものです。そのミッションがスタートしたのは少し前のアフリカ。たくさんの学校がおよそ200万ぐらいインターネットアクセスがありませんので、ファイバーを敷こうと考えたわけです。たくさんファイバーは敷かなくてはならない。敷設するというのは実は回答ではなかった、正解ではなかったということが分かりました。お金もかかる、よく故障もする、工事が大変、すべての人にファイバーを敷設するというのは難しいということが分かりました。じゃあこのファイバーが届かないところ、どうやったら高速インターネットアクセスをすべての人に提供できるでしょうか。この問題は世界中に蔓延している問題で、 54% の世界人口がインターネットアクセスを持っていません。実際に70億人という人口のあるこの地球上で半分以上がアクセスを持っていません。そこで上を目指すことにしました。地面を掘るんじゃなくて空を見る、つまり人工衛星です。人工衛星でアクセスを提供しよう。皆さん通信業界の方がたくさんいらっしゃると思います。通信で一番大事なのはスタートする場所、スペクトルです。スペクトル周波数帯域、これを決めるのは ITU です、国際電気通信連合。残念、非常に幸いなことに97年に非常に大きな帯域、これを取っておいたんです。先見の明があったんですね。たくさんの帯域をこの目的で使える、つまり静止衛星がこれを使って
税産の橋をもたらし、そして世界中にインターネットアクセスを提供することができるということで、これを確保することになりました。つまり全ての ITU のルールに従ってワンウェブが優先権を取得し、 3.55GHz の周波数帯域を使えることになりました。 10MHz とか 20MHz とか 100MHz の帯域の話をしていますが、これだけ大きな帯域を持ってすれば大きな能力を全ての人に提供することができます。それをご紹介しましょう。衛星から指します。まずファイバーを敷設するところから始めました。それがゲートウェイになります。エジプトのゲートウェイ、ここから情報を衛星に上げます、送信します。衛星に到達すると今度は地上に戻ってきます。その下にあるいろいろな信号、赤い線が信号ですけれども、一つ一つの周波数帯域を線で表しています。お客様は地上に行って周波数を変えることによって、その周波数帯域で情報を受信することができます。地球が動く、そして衛星も動くということで調整が必要です。軌道面には49の衛星が200キロの帯域に存在します。そして18の軌道面、およそ900の人工衛星によって地球全球を全部カバーすることができると考えています。まだこの努力は始まったばかりです。我々の使命とそれからスペクトルの話をしました。どうしてもそうなると衛星が必要です。衛星そのままコスト効果の高いものでなくてはなりません。一つ一つ9億ドルぐらい通常かかります。しかしこの衛星の設計を変えまして、そして連続生産をすることに成功しました。ですので100万ドル未満でこの一つの衛星を作れるようにしました。初めて私たちはこの連続生産をこの衛星について実現したんです。ということで将来、これはただ単にパワーポイントのスライドだけでビジョンを語っているだけではありません。実際にトゥルース、フランスにある衛星の生産工場の写真です。フロリダにも工場があります。宇宙の構造、それからニューメキシコでソーラーパネルを生産しています。フロリダのカナーバルにおきましては、この初めての衛星工場、1日3台の衛星を連続生産しています。それを実現するためには自動化が必要でした。つまり価格を下げるための工場の自動化、それによって世界中のいろんな人たちにアクセスを提供することができます。それからパートナーとテクノロジーを開発しました。たくさんパートナーがいるんです。これは一社ではできない。ソフトバンクは大きな投資家で、他にも政府や投資家がいて私たちを支援してくれています。共通のこの使命、つまり世界全体にアクセスを提供しようと。これは経済性もありますし、また時給半分でその衛星あるいはインターネットのアクセスができない、そこでテクノロジーを開発し、それを届けたいと考えました。この宇宙の機器の構造の中でこういったパネルがあります。この構造体パネルの中にはいろいろなネジを差し込んだり、さまざまな結合部分がありますが、これは非常に難しいんです。1機の衛星の中には550の連結部があるんです。それを構造するのが非常に難しい。私は初めてインサート機というのを作りました。これを検証し、試験し、終わるまで1分。システムの取り替えについてはかつては1ヶ月かかりましたが、今はもう3ヶ月でできるようになりました。このテクノロジーを作った、そして衛星の生産を始めた、そして人々に提供できる我々の能力はどういったものかというと、今1ギガビットパーセック強となっています。もともとは595メガビットパーセックでした。そして遅延は50ミリ秒未満、 LTE に完全に準拠しています。ネットワークの真ん中でプログラムを変える必要なく、ソフトも立つ必要なく、普通の皆さんのソフトを使って通信することができます。また設備は簡単に設置できなくてはなりません。重要なのは世界中どこでも使えるということです。ファイバー、ケーブル、
終わりがあります。しかし例えばそれが届かない統一到達できない地域においても同等の高速インターネットアクセスを提供することができる。私たちが使えるアクセスを遠いところの子どもたちも提供したい。直接消費者に簡単な設備を設置し、うち学校、それから保健センターなど、こういったところで2025年までに10億人のユーザーをターゲットに設置を進めております。また中継回線ですけれども、実際に750万のタワーがありますが、今2世代です。 3G、LTE の話、5G の話まで出ている中で 2G が主な技術となっています。それをアップグレードしなくてはならない。 2G から5G にアップグレードする、それができればこの回線をより性能高いものにすることができます。私たちはこの5ギガの5世代の信号を支える影の立役者なんです。もう一つ大きな興味深い市場というのがコネクティッドカーです。自立走行車が進んでいきます。皆さんが自動運転で車に乗って車に行く、子どもたちが後ろの席で映画を見る、あるいはビデオ会議をするかもしれません。車の中で使い放題の帯域を使えるようになる。皆さんのオフィスでも、うちでも、車の中でも同じだけインターネットに接続できる、そのためのシステムです。グローバルな高速モバイルインターネット接続、これは飛行機や列車、あるいは船舶、そういったところにも使うことができますが、このシステムは忘れてはならないミッションがあります。それを共に解決したい。つまり世界中の地域の学校にまで同じインターネット接続を提供するということです。孫さんの長期的なビジョンのおかげで、私たちのチームの大きな努力のおかげで、世界はより良い世界になります。また皆さんの力を借りて、より良い世界を作ることができます。ありがとうございました。デックさん、世界を変える、みんなをつなぎましょう。ありがとうございました。世界中のものがつながると、世界中の人々がつながる。でも人々は生きなければいけません。人々が今まで解決できなかった大きな病気として、がんの世界があります。がんを治すのはメディカルドクター、医者の世界の人たちの仕事です。でもそこに我々の情報革命が加わると、つまり人工知能、アーティフィシャルインテリジェンスで人間の DNA の解析を、血液から人間の DNA の解析をすることによって、その人が早期のがんであるのか、中期なのか、後期のがんであるのかということが発見できる。しかも血液によって体中のがんが早く発見できる。もし早期に発見できれば、生存する確率ははるかに早まるわけですね。その早期に発見するために、人工知能、情報革命の力を使おうではないかということで生まれたのがガーダントであります。このガーダントは、アメリカですでにがんのですね、血液検査のためのマーケットで約9割のシェアを持ってます。このガーダントが持っているその力、人工知能を使って血液の検査によってがんを発見、早く発見するということができれば、人々はより早く発見、治療に取り掛かることによってできるようになります。生き延びることができるようになります。もうすでに 90% のマーケットシェア、がんの主要ながんのセンターでの彼らの導入率は 90% を超えるに至っております。ぜひですね、本人から、彼らから直接、その内容を聞いてみたいというふうに思います。じゃあヘムリプリーズ。Thank you. Thanks for the communication.
Thank you so much for the kind introduction. マサさんどうもありがとうございました。先ほどロボットとかそれから宇宙とかの話、上の話ばっかりだったんですが、ちょっと地表に戻っていきたいと思います。私たちのミッションというのはデータでがんに打ち勝つということです。私たちはこの総合リキッドバイオプシーにおける私たちはナンバーワンのリーダー的な位置を持っております。3年前に私たちはまだ始まったばかりなんですけれども、もうすでに4万人の患者の検査を行っております。アメリカのがんセンターの 90% 以上で、それからまた製薬会社の50社以上でも私たちの検査は使われています。ということで、ご存知のようにがんというのは非常に深刻な問題で、世界の死亡原因の第2位、6人に1人はがんで亡くなっているという状況です。しかしがんというのは実は遺伝子の病です。つまり個々の腫瘍の遺伝子を解析すると、まずその患者がどの治療法に一番適応するのかということが分かりますし、また早期の段階でがんを見つけることができます。こういった遺伝子のコードを見つけるのはこれまでは生検をしなければなりませんでした。しかしながらそれは4週間以上かかるし、また1つあたり1万5000ドル以上、そしてまた合併発生率も 19%、 また死亡率も 1% から 2% あるわけです。ですからこれは非常にお金もかかる、時間もかかるということです。ということで3年前に私たちはこの開発を始めました。個人の遺伝コードといったものを血液から分析していくわけです。これは費用は普通の生検に比べて3分の1、そして血液採取ですから1週間から10日間で見つけることができるわけです。マークさんの例です。彼は数年前に肺がんステージ4だと診断されました。もう本当に大したもう選択肢はないと、本当にかなり終末の状況だというふうに言われていたわけです。しかしながら非常に重要な治療を受けることができて、そしてまた長女の結婚式にも、それから一番下の娘の卒業式にも参加することができた。でしかしながらこれをできたということだけで私たちは喜んではいけません。つまりがんの生存率を上げるためにはなるべく早期に見つけなければならないからです。幸いなことに私たちのアプローチ、機械学習、それからまたペタバイト級のデータを収集するということによりまして、私たちがこの検査をすればするほどどんどんとこの情報が収集されるようになったわけです。そして4万人の患者を対象にガーディアン360というのはこれだけの情報を収集してきました。そして私たちはこれの10倍の患者数を必要としている。そうすれば早期発見がより容易にできるようになるということになります。もちろん10倍のデータということを考えると驚く感じがするんですが、しかしソフトバンク社との協力によってこれまでにないような5年以内に100万人の検査をするという野望を持つことができました。これをガラント1ミリオンというふうに私たちの名前をつけました。1万人から10万人へ、それからまたこういったがん患者のプロパラリティの情報を使っていくということで、この100万人のイニシアティブを行っていくことによってより深くがんのことを分かるようになる。同時にまた簡単な血液検査でがんの早期発見ができるようになるということを期待しているわけです。どうもご清聴ありがとうございました。グレイコさんどうもありがとう。たくさんの人たちを検査していかなければなりませんね。今死因のですね、2番目に大きながん、これが解決することができれば、早期発見し人々を救うことができれば、まさにノーベル賞に値する、そういう人類への貢献ではないかというふうに思います。さて、人間の次はあらゆるものであります。あらゆるものがインターネットにつながる、あらゆるもののデータをセンシングし、それをディープラーニング AI の世界に持ち込んでいく。そのためにはデータを集めなければいけません。それがIoT ってどっから来るのと
というふうに思う人はたくさんいるかもしれませんけども、私はまずはですね、産業の世界にやってくるというふうに思っています。産業の世界で生産性を上げると、もし物が壊れるのがいち早く予測できるならば、壊れる前に修理をすれば、壊れる前に部品を取り替えれば、その工場の生産ラインが止まらずに、インフラが止まらずに、ブラックアウトせずに、社会の生活が成り立つだけであります。そこで世界中の電力会社のですね、 90%、まあ、米国ですね、米国の 90% の電力会社にすでにこのデータを集めるということで、ソフトウェアのインフラを提供している会社、これが OSI ソフトです。医薬品のフォーチュントップ10の9割、石油ガスの 95%、 金属、そういう工業の世界ですね、のところにももう 100%、 トップ10の 100% というところに入っている。つまり産業界におけるデータの集積のプラットフォームになっているというのが OSI ソフトです。これも我々ソフトバンクグループに入りました。ではマーティン Please explain about your company. Thank you for having us.OSI ソフトお呼びいただきありがとうございます。聞いたことない方もいるかもしれません。37年前にベイエリアにスタートしました。2万のポイントでデータを集めています。最初のお客様はハワイでした。ですからカスタマービジットしたい方、一緒にハワイに行きましょう。でも鍵は37年前にパイシステムがハワイの精錬所に設置されまして、そこでデータの収集を開始しました。パワフルでずっと使っていて、お客様はずっとそのままお客様です。大事なのは同じテクノロジーをずっと使っていて、他の業種にもたくさんのバリューを提供してきました。非常にエキサイティングな感じです。そのエキサイトメントが始まったのはお客様の熱意からでした。過去37年にわたって私たちはさまざまな多くのレファレンスカスタマーができました。例えば製薬、食品、飲料、石油、ガス、水、さまざまな業種においてデータを集めることによってコストの削減を実現しました。しかしイノベーションも出てきました。世界中の課題を目の当たりにする中、例えば1兆ものセンサーが今設置されていて、データが必要だという要求も増えています。マシンラーニングもできました。センサーも使ってそれを立ち上げてパワーを提供する基盤もできています。そしてさらにマシンラーニングによって高度な分析をすることができる楽しみな時代になってきました。その中で私たちはソフトバンクとの関係ができたということは、さらに業種を広げることができます。いろいろないわゆる産業界を抜けて外の世界でどうやってデータを集めていったらいいかということです。まず最初にパイシステムの機能をご紹介しましょう。You have sources of data, pieces of equipment, maybe pumps, that have all sorts of information that you want to see. And to attach you to the data didn't take much work. Attach yourself to the data, not a problem. And we brought in some new equipment. We need something to get the data from here to here, so we brought in... Not a problem at all. Hired other people. Well, they need to use the data too. We'll attach them in with a different solution. We acquired a site. It probably brings with it a whole new set of people. That gets taken care of. Yeah, all right. They're off in headquarters, so bring in a connect all this together. And this has become our data infrastructure. It's what connects the data we have to where we want it to go. What the Pi system does, so you have sources of data. New plants, equipment you've had for years, you've had equipment you bought last month, places where it needs to go, colleagues. The Pi system connects to any source of data, to anywhere it needs to go, all from that one place. The Pi system specializes in connecting to anything out there that our customers use. So as soon as you bring in a new system, it can get out to where it needs to go immediately. That's Pi as an infrastructure.はい、パイシステムのことをお伺いいただけると思います。我々の CEO パット・ケネディをご紹介しましょう。彼は創立者でもあります。
SoftBank is our largest outside investor, and I appreciate the opportunity to speak to this audience. We've been doing streaming data management for nearly 40 years, and we keep expanding to more and more industries and collecting more and more information, all the time working to increase scale, use of modern technology, and support all existing customers. We help users see failures before they happen and defects before they are shipped. What initially impressed me about SoftBank was the fact that they'd actually published a 300-year plan. OSIsoft has similar aspirations in that we manage for longevity. Profits and growth are not necessarily a goal. They're really the result, and I believe the 300 years looks achievable. I'm delighted to be part of such a philosophy, but it also must be good for SoftBank. And I'm sure the question arises as to what advantage OSIsoft can bring. I'd like to address that. The industrial Internet of Things is the next large user of telecom services. If you go back a few years, we saw within the telecom business that voice could be 90% of the profits, but data was 90% of the growth. The obvious happened, data took over, and voice now has actually been removed from some of the telecom circuits. I think you'll see the same thing happening with IIoT or IoT or M2M, whatever you want to call it. The communication between machines will soon eclipse the data transfer that we have today, just as the data transfer eclipsed the voice of yesterday. This is what we do, and I'm delighted to be part of this. So on behalf of OSIsoft, OSIsoft を代表して皆様に感謝したいと思います。またこのパートナーシップにも感謝申し上げたいと思います。世界中、地球が全部つながって、宇宙までつながって、物も全部つながる。で先ほどがんから人々の命を救うということを申しましたけども、いまだに人々は車を運転しています。車を運転して自らの命を危険にさらしています。この自らの命をですね、事故から守るために、事故から守るために人工知能の力を使うではないかというのが、ナウトであります。人々のカメラをですね、両方の側につけます。運転している人の側を向いたカメラと、車の外前をチェックするカメラ、この両方を同時に撮り、まあ、今までのドライブレコーダー、単に、事故の前後のところをレコーディングする、カメラでレコーディングする単純なレコーディングマシンでした。しかしそれを人工知能を入れることによって、運転してる人がですね、よそ見をしてたり居眠りしてたりすると、未然に事故を防ぐためにその場で、眠らないでくださいと、よそ見しないでくださいと、車の中で喧嘩してわーっとやってたら、よそ見てたらちょっと注意と、前方注意と、あーバスが来たと、こういうように、注意を促してくれ。またそのデータはいずれやってくるであろう事故のない世界のためには、自動運転の世界、自動運転の世界をより安全に実現するためには圧倒的にデータを早く集めなければいけません。ありとあらゆる事故を未然に防ぐためのデータを徹底的に集めなければいけません。そのためにもこのナウトがこれから大いに活躍するというふうに私は思っています。すでに、あ、ごめんなさい、一個進みすぎました。ナウトの技術はですね、この例のアンディ・ルービンですね、アンドロイドの生みの親のアンディ・ルービンが、まあ、インキュベーションし、サポートしてきた会社であります。そこに我々ソフトバンクも、まあ、大株主として参画することになりました。ソフトバンクグループに加わった新しい会社です。ステファン、プリーズ。Thank you. Thank you.ありがとうございます。皆さん、おはようございます。
I'm delighted to talk about the transformation of transportation and the role that 交通の変革について、そして私たちのナウトの役割について話すことを非常に嬉しく思います。皆さんの中で車を持っている方、手を挙げてください。たくさんいらっしゃいますね。孫さんがおっしゃったように、すでに高い、安全ではない、効率も悪い、そして渋滞にも合う、駐車場が見つからない、なんと素晴らしい経験でしょうか。でも現在 99% の私たちの投資は車、ビル、駐車場、道路、ほとんど無駄になっているという事実があります。どうやってこれをこの数年で変えることができるでしょうか。そしてメリットをいかに早く提供することができるか、ディープラーニングデータ AI を使ってナウトがそれを実現したいと思います。現在人と物の輸送に使われる燃料はたった 1% です。最終的に全て効率が上がってくると思いますが、今ある商用車にレトロフィットしても燃料の 20% をより良い運転や、つまり加速をしない最適な運転に実現することができます。同じように今使われている車、皆さんが買った車ありますよね。ほとんど停止してませんか。車を使っている時間は 2.5% 程度です。ですからガレージに止めたまま、たくさんお金をかけて買ってもそのまま止まったままです。最終的に車がもっと共有されて自立運転がすると、数年後もっと効率性は上がってくると思いますが、しかしそれを実現するだけで今最適化によって 30% この無駄をなくすことができます。リアルタイムデータがあって、どこに交通が渋滞しているのか、どこに駐車すればいいのか、迂回路はどこか、そういったことが分かるだけで燃料も、そして実際にアセットの使用率も大幅に改善することができます。最後に安全の問題です。120万人が世界で交通事故で死亡しています。確かにがんは第2の死因になっていますけれども、皆さん25歳から50歳までであれば、実は交通事故が一番大きな死因になっています。安全装備というものが全て提供されていない。実際にかつて飛行機には安全装備が提供されたのに、車にはまだそういった装備がありません。まだ数年遅れています。これは倫理的にそぐいません。テクノロジーがあるのに使わない、これを使うことによって安全性は 25% 今でも上げることができます。またソフトウェアをアップグレードすれば、数年後にはこれを 50% 改善することができます。簡単にまとめますと、私たちは今非常にひどい状態にあるこの交通状況を、自立運転共有化によってもっとより良くすることが、すでに私たちアメリカ、日本、ヨーロッパで実績を持っています。数百ドルでこの装置を皆さんの車に抜ければ AI やデータアクセスセンサーの機能を身につけることができます。つまりドライバーに対して事故を予防するために通知をすることができます。事故をレコードするだけではありません。では少し動画をご覧いただきましょう。ここでご覧になっているように、左側にありますのが、まず外を見ているカメラの画像です。危険を察知しようとしています。歩行者がいるかどうか、そして実際に後ろに車があるかどうか、実際に後ろから追突されることも一番大きな事故原因になっています。ですのでナウトがその事故を下げる、減らすことができます。3分の2の事故はドライバーのミスだと言われています。ですから車内、車の中を見ています。 AI を見てこの運転手が何をしているのか、この運転している人がカメラを見ることによって、これを使うんです。実際にこれによってドライバーの態度によって事故が増えたりします。実際に注意が散漫であったりします。例えば道路を見ているのか、携帯を見てたりしないのか、そういうことを確認することができます。例えば100キロのスピードで走っている高速道路において、実際に8秒から9秒ぐらいで道路運転手が反応することができます。それは遅すぎます。ですので衝突を回避したい。そこで私たちのデータ、まだまだ見えていないデータがたくさんあります。ですので商用車両でもあって、乗用車であっても、実際に衝突事故の4回分の3つは報告もされていないと言われています。で、実際に自分が危険だったという認識も持っていないということが3人に2人の経験であるんです。ですので実際の運転から興味深いデータを集めることができます。安全な運転というのは合法的な運転とは違います。この運転の方法は
安全である。でも線を出てますから、これは法規に反しています。この自転車を運転している人を避けたいと思っても危険なことがある。そして危ない瞬間が減る。実際に100マイルに1回ぐらいしか危ない瞬間が来なくなると、そういった時代がやってきます。これは私たちの所有者の実際の事故で、これは運転士の問題ではないんですけれども、たくさんの情報をこういった画像から取ることができます。例えば都市の交通というのは非常に煩雑、これ東京ではありません。でもご覧になれるように人がいっぱい、動物もいる、車もあちこちから出てくる。今の自立運転車は高速道路は走行できても、こういった環境にいればデフォルトの反応で待てということになってしまいます。東京の何百台という車が走っている中で自立運転に決定しようというのは酷なことです。ということはデータがもっともっと必要だということになります。 99.99% 信頼性を実現するということが必要になります。これは実際に合理的な目標だということができるわけです。本当の意味で安全を実現したいわけですから。ということは何千億マイルというデータを収集する必要が出てくる。実際の運転データを収集して、そしてそれを分析しなくてはなりません。ということはその能力も必要ですし、ドライバー自体が教育を受けて通知を受けて安全な運転をするということになります。オペレーションをより効率化することも必要になります。トヨタも我々のパートナーであり、未来の自立運転自動車を最高の情報をベースに開発しています。チームの皆さん、この2年半このプロジェクトに関わって努力してきましたので、そして孫さんにも心からお礼申し上げたいと思います。皆さんに安全な運転をもたらしたいと思います。人々が死んでいる理由の最も大きな一つは交通事故だと彼は言いました。まさにその通りですね。人々が事故のない世界を導くためには、ありとあらゆるデータを一日も早くたくさん集めて人工知能で解析する必要があります。ナウトはまさにそこに大いに貢献してくれるというふうに思います。さて、事故のない世界が来ると、さらに人々はもっと普段の生活、普段の食生活から改善しようということが必要になります。我々は今化学薬品を体の中に毎日入れているような状況です。非常にそれが健康をいかに害するかということを最近人々は気づき始めました。だからオーガニックフードということで、化学薬品の入っていないそういう食べ物を食べるように心がけるようになりました。それをですね、さらにもっと効率的に人工知能を使って IoT を使って、もっと効率的に、しかも安価に安全な食を提供しよう。まず野菜、葉っぱものの野菜から始めようということで挑戦している会社、これがプレンティであります。マット、プリーズ。ありがとうございます。プレンティのチームは人々に対して、松田さんがおっしゃったように、より良い食品、おいしいし、それからまた健康である、人にとっても地球にとっても健康であるといったものを提供しようとしています。そのやり方ですが、まあ、これはフィールドスケールでやろうというものです。これちょっと見てください。これはフットボールのスタジアムの写真を撮りました。で、これは何を意味するかというと、このスタジアム分の野菜といったものを、このネットの土地で作ることができるということになります。土地が 1% 以下だけではなくって、実は水の使用量というものも 1% ぐらいになるわけで、非常に効率の良い農業ができるということになります。お客様の近いところで野菜を作ることができるということを、これは意味しています。つまり垂直方向で、まあ、これは横向きであったりとか、それからまた
また情報方向であったりするんですけれども、こういった垂直方向の農業を作ることによって狭い場所でもやることができるわけです。そして動物とかそういったものは自分にとって一番適した場所で生きていくことができるんですが、植物はなかなかそういうことができません。より健全で、そしてより短い時間で効率よく育つことができ、かつおいしいといったものを私たちは作ろうとしています。今私たちがやろうとしていることは、このサプライチェーンを短くしようということです。時間、それから距離、それからまた栄養素といったものが全て関わります。1万年かけてタンパク質とカロリーの問題をずっと分析してきました。で、これの解決策はということになった時に、時間とか距離とかそういったものをあまり考えてきませんでした。今全ての私たちの食品作っても半分ぐらい無駄になっています。なぜならば人が消費するところの近くでそれが生産されてないからです。その近いところで物が生産することができるようになれば、それだけ無駄がなくなります。非常に複雑なサプライチェーンが今は存在しますが、だからこそ多くの食品といったものが無駄になってしまっています。何千マイルという距離を移動して、そしてそこでその食品というものが無駄になるということを避けるように私たちはやろうとしています。で、マサさん、それからまたソフトバンクの方からこういったことをやるようになりました。半導体、スマートフォン、モバイルネットワーク、こういったことをやってらっしゃるわけですが、実は農業においても似たような革命が起きています。今何が起きているかと言いますと、プレンティはこういった技術を開発しました。つまり他のテクノロジーでコモディティ化したもの、例えば LED ライトなんかを見てください。このチャートを見ていただきますと、 LED の照明といったものがどれだけ安くなってきたかということを示しています。で、7年間で64倍の照明のコストといったものが下がってきたと、64分の1になってきたということになるわけです。ですから7年前に比べたら 1.4% の照明費で私たちはこの農業もできるようになったということになります。 IoT センサーも同じです。ソフトバンクはアームに対して投資をしたのと同じように、私たちの農場においても100ペタバイトの情報を年間に生成しております。そして植物に対しての完璧な環境、そして人々にどんなものが美味しいと思われるかということをこれで解析しています。私たちは植物に関しての完璧な環境を与えるための情報を収集しています。そして Google とか Tesla とか Facebook とか CRISPR とか、こういった会社は自分たち独自の技術を開発しました。そしてそれによっていろいろな技術をコモディティ化しました。 Google なんかを見ますと、ここにありますのがロゴミティックスケーブルでありますけれども、ここにありますように経済的に非常にコストが下がったということが分かります。そして何年か前に始まったとしたら事業なかったかもしれません。テスラも同じことです。ということで私たちはこういうことをやっています。イオンとかホームデポとかそういったぐらいの大きさのビルといったものを全部農業にできるように変換しております。将来的にはこういった形で食品を作ることができるようになるんじゃないかというふうに思っています。どうもありがとうございました。野菜を作るのにですね、100分の1のスペースと100分の1の水で済むならば、どこにでも都心の中のどこの倉庫を使ってでも野菜が作れるようになるわけですね。そうすると移動しなくていい。しかもパーフェクトな環境下で、そのケミカルもそういう、化学肥料を使わないでやれると安全で安価で、しかもその人々の手にすぐ入る。アマゾンが最近ホールフードを買収しましたね。オーガニックフードのその安全な野菜のスーパーを買収して、これで e コマースで届けるということになるわけですけど、まさにこのプレンティはですね、そういう安全でしかも場所を小さくして、水を小さくして IoT ディープラーニングでそのやれるわけですから、人々がより健康に長生きできると、安価で健康に長生きできるという形になったわけです。先ほどからいろいろ話をしてますけども、ロボットが出ました。人工知能による運転等ができました。でも、自動運転の世界が来るのにはですね、
いろんな交通の規制だとか法律、技術の進化、そういうことを待たなければなりません。でも今すぐにやれる事例を作ったのが、ブレインコーポレーションであります。ブレインコーポレーションは今すぐ自動運転の技術を導入して、ディープラーニングによる人工知能による、検知でですね、安全にかつ安価に、人々のこれに頼らずにですね、今すぐ実現できる、その頭脳を提供するのが、ブレインコーポレーションであります。ユージン、プリーズ。Thank you. ありがとうございます。それでは未来の話をしましょう。私たちが共有できる未来、確実にやってくる未来、ロボットはうちにも、そして外の庭にも、クリーニングでも農業でも、私たちの親の面倒を見てくれたり、いろんなことをしてくれます。そういった未来のロボット、すでに今存在するとしたら皆さん驚くでしょう。何千もの OEM がすでに作っていて、すべての市場でも販売されています。例えば夜クリーニングをするロボット、そういった機器をロボットとは思っていないだけです。というのは人間が操作するからです。そして人件費というのがそういったマシンの9割のコストを占めています。ということはもう人はいらないんじゃないか。人がいたらスケーラビリティはありません。一つ一つのロボットに一人ずつ人間がつくということでは合理性はありません。つまりロボットは脳がないんです。でもロボットに脳が入ったらどうでしょうか。私たちブレインコーポはこれをしています。ロボットの頭脳を作っています。 AI クラウド、ロボット頭脳を作っています。そうすると自立ロボットを作ることができる。自立走行車の到来を待つのではなくて、この未来は、つまり自動走行ロボットはもうここにあります。去年でした、今じゃなかった、去年でした。これはクリーニングマシン、頭脳が入っています。完全に自立運転をすることができます。環境と通信をします。障害物、子どもお買い物客、全部分かっています。そして細かいところまで走行することができます。いろいろな障害物を避けながら接触することなく走行することができ、何も壊したりしません。脳がついたこのマシンは人が運転するマシンよりも安全です。よりいい仕事ができます。一貫して質は安定しています。スケーラビリティも、つまり数も増やすことができ、お客様が導入するコストも安くなります。自動走行技術をここで使ったものです。こういった屋内の環境ですでに導入されています。私たちがこの機械を作るわけではありません。私たちが作るのは頭脳の部分です。つまり私たちはソフトウェア AI 会社です。 OEM の皆さんと、つまりメーカーの皆さんと協力をして、このメーカーが機械を作る、私たちはその脳のテクノロジーを提供します。 AI 脳をそういった自動走行機の中にどうやって埋め込むかお手伝いをします。そうすると自立走行ロボットができるんです。そのパートナーがそのロボット機器をお客様に販売します。そしてお客様は自立化をする AI を活性化する、その時に私たちに料金をお支払いいただく、つまり AI をサービスとして販売しています。例えば商用自動車、車輪のついたもの、例えば配送用の車とか、いいわ、自立車椅子とか、いろんなことが考えられます。適切なパートナーさえいれば、今人が運転している機械を自立走行装置にすることができます。今商用だけですけれども、将来的にはソフトバンクとの、またクアルコムとの協力によりまして、テクノロジーのコストをさらに下げ、安くすることによって、いわゆる消費者向けのロボットに入れることもできると思っています。以上です。ありがとうございます。素晴らしいです。ありがとうございました。規制の変更を待つことなく、今ある技術、今ある彼らが作った技術で、今ある
例えばウォルマートだとか空港だとかでやってるあの産業用の掃除ロボットですね、掃除マシン、これは人間が今運転してるわけですけども、そこに 人件費がですね月々に30万50万100万円かかるわけですね。そういう単純作業をやってるのがこのブレインコーポレーションのビジネスモデルは、その運転するその作業の人の代わりにですね月5万円月500ドルで、そのブレインを取り付けて、でクラウドで学習しながらですね、オペレーションすると。したがってクリーニングをやっているウォルマートだとかそういうような空港だとかそういうところにとってはですね、人件費をドンと下げることができて、まあ、今 e コマースの会社と戦わなきゃいけないからできるだけオペレーションコストを下げなきゃいけないわけですね、サバイブしなきゃいけない。そういう時に、単純作業は人工知能に任せようと、今すぐ規制の緩和を待たずに今すぐやれる自動運転の世界、これが芝刈り機だとか道路のクリーニングだとかいろんなものに使われるようになればですね、単純作業から人間を解放してくれる。人間が職を奪われるのではなくて、人間が単純作業から解放されて、人間はもっと人間らしい豊かな、その楽しい考える仕事に、移動することができると、そういうようなことで素晴らしい、私は、そこに可能性があるというふうに思っています。さて次はですね、このクラウドマインド、そういうさまざまな人工知能をロボットその他の知能をですねクラウドに集めて、クラウドからより安全にさまざまなものを、オペレーションしていこうということで、新しいその OS から新しいスタンダードから根底から作っていこうという壮大なチャレンジをしているのがクラウドマインドであります。ビルは私の長い友人でもあり、ユーティスターコムだとかその後はですねチャイナモバイルの CTO もしてました。今度シリコンバレーに彼が戻って自ら新しい会社を立ち上げようとしてます。素晴らしい会社です。ビル、Thank you, Sonza. Sonza, ありがとうございます。Sonza funded our Sonza さんから資金供与を受けまして、私たちの最初のスタートアップができました。私たちイノベーションをずっと考えてきました。いろんなエリアで通信だったり、スマートフォンだったり、あるいは新しい国際的な 4G の標準であったり、そして今新しい旅が始まりました。これは特異点シンギュラリティに向けた旅です。同じ夢を持っています。これから30年の間で、つまり2049年、どうやってその地点に到達するのか、まずバイオロジーを考えてみましょう。生物学、人間の脳、人間の脳は複雑なマシンです。鉄とそれからナトリウムを使って、そして実際に電子部品よりも100万分の1のパワーで分析をすることができます。つまり1000億のニューロンがあるんです。これは1000億のチップに相当するものです。そして消費する電力は40ワット、つまり電球と同じです。これだけしか消費しない、そのマシンを作りたい、それを半導体で作ろうとすると、一番新しい最高の半導体であっても何千トンもの、そして20、30メガワットものエネルギーを消費することになります。重さも大きくなってしまいます。それでようやく人間と同じ性を獲得することができる。でもこれはもう肩の上には乗りません、重すぎます。じゃあどうするのか、その能力をクラウドに乗せようということになります。我々の目標はその問題を解決すること、つまりそのクラウドの脳を作って、そしてその脳をロボットに接続しようというものです。そのコンピューターが構築できたら
そうすると100万倍人間の脳よりも早く動くことができます。つまり100万のロボットがそれを共有することができるんじゃないかと考えています。ではこの図を見てください。自然というのは公平です。人間の脳というのはさまざまな制御を我々は神経系を使って私たちの体に送っています。指令を送っています。すいません、図が合ってませんでした。人間の神経網、神経系というのは私たちの脳、つまり信号を送るのにこの熱分を使ってイオンを使っています。そして体の遅延は150ミリ秒、一番短い遅延は目です。目というのは直接脳につながっているので遅延はもっと少ないんです。直接脳につながっている器官は目だけです。それでも遅延は40ミリ秒あります。私は通信が専門です。これを見てネットワーク作れるじゃないかと思うわけです。100ミリ秒で実際に3000キロを渡るスピードで通信速度が実現できるのであれば遠くのロボットさえも操作できるはずだ。それでも同じあるいは同等の人間と同じような機能を達成できると考えます。それでは別の側面から見てみましょう。もし、もっと早い反応が必要なものであったらどうなるでしょうか。例えば、モーションコントロールみたいなもの、つまり動作をコントロールするようなものといったものはもっと早い反応が必要になります。蚊を考えてください。蚊というのは本当に小さな脳しか持っていません。蚊の脳をシミュレーションするとしてもやっぱり1万ニューロンぐらいは必要になると思うんですけれども、それでも私たちは蚊を捕まえることができません。このようなタイプのモーション動作のコントロールといったものがロボットの中に必要にはなるわけですが、しかしながらインテリジェンスということになってくるとものすごい量のブレインが必要になる、つまり何十億倍ものものが必要になる。これはクラウドでやってしまえばいいということになるわけです。例えば1秒に何回意思決定をしなければならないかというと10回っていうのはまずないですよね。ですから100ミリセカンドの反応時間でいいというものに関してはインテリジェンスでいいということになるわけです。非常に演算能力が高いけれども、しかしながら速度は遅くてもいいといったものに関してはこちら。そして動作のコントロール、メカニカルなコントロール、これはインテリジェンスは低いけれどもしかしながら速度が速くなければならないものといったものはまた別にやるということで、これをバランスを取ることによってコスト効果を上げたロボットを作ることができるようになるということになるわけです。それをちょっと考えて、世界初のクラウドロボットを私たちは作りました。これは視覚障害者のためのガイディングシステムです。目の不自由な方たちに対してセンサーを提供します。つまり視覚を代替するようなセンサーを提供するわけです。それからまた目の見えない人たちとも私たちはコミュニケーションをしていくことができる。したがって盲導犬は必要にないということになるわけです。1935年以来メッカという盲導犬を使い始まっております。しかしながら数はなかなか足りませんということで、今やこれを使うことができるわけです。さらにもう一歩進めると、同じテクノロジーを使いながら家族のためのロボットを作ることができます。例えば話し相手としてとか、またはお掃除用に、そして本当に話をする相手、そして介護、そしてこれが一番私の好きなところなんですけど、料理をしてくれるロボットというのが考えられると思います。ありがとうございました。ですね、クラウドの中にあらゆるインテリジェンスを入れて、そして重要な意思決定はクラウドの中で行うと。そうすることによってローカルのインテリジェンスは軽くて安くて小さくて済むということであります。単に運転するというだけじゃなくて、今のペッパーもまだ非常に幼稚なレベルのことしかできませんけれども、しかしそれをクラウドに
徹底的に人工知能を入れることによってどんどん進化するということであります。ビルはこのペッパーにも非常に重要な可能性を見出している友人の一人でもあります。ぜひペッパーのためにもですね、ビルに大いに活躍してもらいたいというふうに思います。さて、あらゆるものが IoT で動いていくと、あらゆるものが人が動いていくと、そのいろんな人だとかものが動いていくものを事前にシミュレーションして、事前にシミュレーションすることによってさまざまな事故だとか混雑だとかが防げるし、またゲームの世界で言えばですね、何百万というキャラクターがそのクラウドの側でシミュレーションしながらコンピューティングしていくことができる。ゲームデベロッパーの人たちはですね、自分たちのキャラクターだとか役割だとかそういうことをするだけで、あとの全ての100万のキャラクターの動きはですね、まとめて引き受けると、そういう新たな OS とそのプラットフォームを作り始めているのがインプロバブルであります。非常に賢い会社であります。ハム、Please explain about your vision. So we are living in a world. 私たちが今住んでいる世界というのは、あまりの複雑性に私たちが溺れそうになっているという状況です。政府も企業ももうますます不可能だと思われるようなことをやらなければなりません。適正な経済政策は、それからまたどこに空港を作ったらいいのか、どこに高速道路を作ったらいいのか、私たちは情報をこんなにもたくさん収集しています。でも機械学習というこの機能があってもまだまだ私たちはこれが十分にできていません。非常に複雑なことがあるからです。何百万人という人たちの動きとか物の動きとか、こういったものを情報として収集したとしても、しかしながらこのネットワークでこういったことをやったらどうだといったことを意思決定をする上ではまだまだ足りないということになります。そこで私たちは世界をもう一度シミュレーションという形で作り上げていこうとしているわけです。大変な演算能力を使いながらシステム、ネットワーク、そしてこれらの振る舞いを予測して、そしてさまざまな意思決定をすることができるようにします。さらにまたこれを使うことによっていろいろな設計をすることができます。私たちがイギリス政府と一緒に作り上げたイギリスの都市のシミュレーションです。パワーグリッド、電気通信、それからまた人々の動き、こういったものを全部シミュレーションで見ています。そしてこの一つの動きというものが別のものに非常に大きな影響を与えるということがこれによって見るわけです。つまり波及効果というのをこれで見ることができるということは、セキュリティとか安全性とかの脆弱性をこれで見つけることができます。ある街のシミュレーションですが、まだまだこれは最初の段階でしかありません。例えば電気通信とか電力網とか、こういったものをシミュレーションで見てみたら本当にインフラの最適化ができるようになるということになります。しかしながらこれはまだまだ野心的とは言えません。これから先自動化とか AI とかこういったものが何百万人の仕事を奪うというふうに言われているわけですけれども、でももっと意味のある活動といったものを作っていかなければなりませんということで、新しい世界を作ろうというふうに考えているわけです。このスペシャル OS というのは全く新しいゲームを作ることができます。これまでは全くできなかったようなことばかりです。これらは現実世界といったものをシミュレーションで作り上げて、そしてまた非常に細かい詳細現実までをこれで作っていくというタイプのものです。皆さん方これまでゲームやったことあると思いますけれども、しかしながら本当の意味で人間の活動のサブディメンションまでを見ることはできませんでした。これを見ていただければ、このスケールとかその可能性といったものを感じていただけるんじゃないでしょうか。スペシャル OS を使って、そしてゲームが一つのサーバーによって作られるわけです。何百人という人たちが一つのゲームを楽しむことができるということになるわけです。そしてこれらを何千人という形でホストすることができるようになっているわけです。本当に大スケールでゲームをやることができるようになるということになります。
私たちは国という規模で考えていかなければならないと思っています。何百万人という人たちがバーチャルワールドで生活をする、経済活動とか、それからまた全く新しい意味であるとか、それからまたキャッシュフローを生むことができるようになるということです。マサさんがおっしゃっていたように、パートナーシップを組むことによって、どのような開発者でも、それからまたそういった開発をしている人たちといったものが SDK をダウンロードして、そして新しいことをどんどんと開発することができるようになるわけです。またエンターテインメントであるとか、そういったところの非常に大手の方たちと手を組みながらやっております。ソフトバンクとパートナーシップを組むということはもう当然のことです。これだけのビジョンを持っている人たち、将来こんなことができるというふうに長期的に考えている会社というのは他にないからです。私たちは新しい世界のための基礎を作りたいと思っています。電気通信、コネクティビティ、それ IoT、 それからインテリジェンス、全てのものが新しい現実になっていきます。私はこの新しい現実をマサさんと一緒にやっていきたいというふうに思っています。どうもありがとうございました。マナ、Thank you。マナ。ハーマンのスピーチを聞いてると、なんかラップミュージックを聞いてるような感じ。まあ、今いくつもの重要な国のですね、国のプロジェクトとして彼らが、大都市をシミュレーションして、未然にテロを防ぐとか、交通のアクシデント渋滞を防ぐというようなことを複数の国家から、彼らは契約を得てですね、今、大規模なシミュレーションを始めています。その技術がゲームにも早速使われ始めて、もう数千ものですね、ゲームのデベロッパーの皆さんが彼らのスペシャル OS を使ってシミュレーションをもう彼らに任せると。シミュレーションの世界はいろいろなキャラクターの動きは同時に何百万ものプレイヤーキャラクターが寝てる間も戦いをして、寝てる間も野菜が動いて、そういうようなところを全部シミュレーションすると。だからゲームデベロッパーの皆さんはいちいちそういう科学的な計算を自分でしなくてもですね、キャラクターのデザイン、役割、ストーリーを作れば、あとは、インプロバブルがですね、シミュレーション、それぞれのキャラクターの動きの科学的計算は代わりにスペシャルオーディスがやってくれるということで、役割分担ですね、そういうプラットフォームを作っているのは彼らであります。まあすごい会社ですね。これから大いに、発展が期待されるところであります。さて、かなりいろんな会社を紹介してきましたけれども、最後の鳥はですね、我々のこれからの本当に重要なソフトバンクだけではなくて、人類にとって、あらゆるものにとって、この地球にとって、宇宙にとってですね、欠かせない存在になってきている会社、それがアームであります。アームが我々の業界、我々の世界のペースメーカーであり、そのエンジンであり、頭脳のコアであります。このアームのテクノロジーの進化が全てのスマートフォン、全ての IoT 自動車の進化を形作っていくと。アームの新しいバージョンによって全部が一度にレベルアップすると。そういうその全ての根源が今このアームの世界から生まれようとしている、もうすでにそうなっているという意味で、アームが来年、さらにその再来年、何を作っていくのか、バージョンアップがどこに来るのか、アーム9というのはどうなるんだと、バージョン9、アームのバージョン9ですね、はどうなるのかということによって、これからのスマホ、これからの IoT が全部定義づけられると。そういう意味で、私が17歳の時にですね、初めてそのマイクロプロセッサーの写真を見て感動して涙を流した、その根源が、ついに我々ソフトバンクグループに入ったということで、ぜひですね、このアームのサイモンの頭の中に何が入っているのかということを皆さん一緒に聞いていただきたいと思います。サイモン、プリーズ。That was some introduction. ありがとうございます。素晴らしいご紹介をいただきまして、孫さん、ありがとうございます。
そして皆さんおはようございます。今日は参加できて非常に嬉しく思います。これまで素晴らしい企業から驚異的な技術についてご紹介がありました。まさにこれはテクノロジーの次なる波を指していたと思います。新しい世代のテクノロジー、これによって世界が劇的に変わっていく。そして私がこのソフトバンクのファミリーに入ることができたことは非常に嬉しく思います。さまざまな破壊的なテクノロジーがもうここで起こっています。この破壊的なテクノロジーの変化、皆さんよくご存知だと思います。というのは一番大きな破壊的なシフトというのはモバイルの成長でした。デジタルスマートフォンからスマートフォンへの移行、テクノロジーが変わってより多くの演算能力が皆さんのポケットに入るようになりました。世代ごとにその能力は高まっています。情報革命これからも動きます。それを考えてみると企業にとっては非常にプラスになります。これまでなかったようなコンピューティング、大きな規模になり、たくさんの演算能力が分散され、ありとあらゆるものがコンピューティング能力を持つようになります。ARM はテクノロジーのライセンス供与をし、そして半導体を構築し提供しています。1000億ものチップをこの ARM テクノロジーを添えて出荷してまいりました。1000億という数は素晴らしい数です。これだけの量構築している業界というのはありませんが、私たちはまだ始まったばかりだと思っています。25年かかってこの出荷量に到達しました。次の1000億これを実現するのに4年しかかからないと見ています。というのは今朝聞いていただいた様々なテクノロジーが台頭しているからです。ですから孫さんからたくさんお金を払っていただいて ARM 社を買収していただいたわけです。しかし ARM というのはただ単に会社だけではありません。テクノロジーを作っているだけではありません。私たちはたくさんのパートナーのエコシステムを持っています。ですからこそソフトバンクが ARM を取得したんだと思っています。我々のパートナーの中には素晴らしいテクノロジーカンパニーがいます。そのパートナーのエコシステムによって1秒600のチップが出荷されています。こうやって話している間にもう何万というチップがこのエコシステムのパートナーによって展開されている、さまざまな応用分野に展開されています。ARM にとっては非常に大きな野心がありました。このグローバルな基準を使いたい、もう27年前からこの使命を持っていますが、ソフトバンクの力を借りて壮大な夢を見ることができるようになります。次の波、これは明らかなことですけれども、データをベースにしたものになります。データを収集する、データを送信する、データを処理する、そのためには演算能力が必要です。コンピューターは大きなものでも小さなものでもあってもいいんです。最初の ARM1 というのはちょうどシャツのボタンぐらいの大きさできた。処理能力はそれほど大きくありませんでした。簡単なデスクトップコンピューターを支えるだけでよかったわけです。しかし今は違います。何千倍もの演算能力が必要になっています。実際にピンの頭くらいの中に小さな処理能力を、大きな処理能力を載せなくてはなりません。どこでも展開できる、そして非常に安いコストで展開できるということによって、基本的に情報の収集の仕方や処理の仕方が変わってきます。そういった意味でイノベーションというのは無限の可能性を持っています。我々のパートナーシップのメリットというのは、実際に今何が起こっているか話を聞いているんですけれども、全ての正解がそこから見えるわけではありませんが、未来を考える人の見解を聞くということは非常に有効です。そこで未来を考える未来学者の皆さんにインタビューをしてみました。短い動画があります。未来学者の意見を聞いてみましょう。どうぞ。I think that imagination is just your vision of things that could be. Well, imagination means anything can happen if you want. You can think of something and you can kind of like build it out in your mind, and then you can try it. If it works, then it can like possibly be a big thing and help like people's lives.Everything would have a specific teleportation address, and
maybe you would have like an armband where you input the teleportation address, and then it would turn you into data, send you up to the cloud, deliver you to where you want to go, and output you as you. I think if my house could paint itself every day, I would tell it to paint itself a different color, matching the mood of that day. When you like think about what you want to say, then it'll just write it down for you. Like if you were thinking of like an image or something, like it would just be there. Some scientist could make something that you strap to your head and projects your dream. I think things in the future could have feelings. The cans of food that you're gonna have makes it and like cooks it by itself. If you're going somewhere and you're not supposed to go, the robot's arm will get you. You could cloud hop. No, I think if we look at it like from different angles, all we can do is just, you know, have that light bulb and, you know, help you invent something, because like anything is possible if you really, really, really try. So some amazing ideas. 本当に驚くようなアイデアが出てきました。つまり次世代の消費者であり、そしてまた次世代のデベロッパーというのは全く新しいテクノロジーを発明するということになるでしょう。本当にあの通りになるかということはもちろん分かりません。彼らの予測がその通りになるか、そんなことは分かりません。だけれども本当にエキサイティングな未来が待っているということは間違いありません。彼らの手に預ければ、これまで不可能と思われていたことをこれからやることができるようになるわけです。次のテクノロジーの波として特に私たちが言えるのは、人間の技術を補完することができるようになるということです。人々の生活をより良くすることができる、そして今はできないようなことを可能にさせるというのがテクノロジーです。例えば外科手術、ちょっとこの写真を見ますと怖い感じがするかもしれませんが、これはダヴィンチという外科ロボットを使っているところです。ロボットが入ってくると人々の職が失われるというようなことも言われますが、しかしこれは医師の技術を補完するタイプのロボットということになります。より良い成果を出すことができます。つまり短い回復期間で人々が回復することができるようになるし、それからまた手術室の中もより効果的にいろいろなことをできるようになるということになるわけです。そして私自身は手術を受けたことはありませんが、もしこれから手術を受けるとしたら、やはりこのようなロボットを使っていただきたいと思っています。それの方がもっと回復が良くなるというふうに思うからです。コンピューターというのはこれまで例えばレントゲン写真であるとか、そういったものをこれまで分析してまいりました。そして人間の意思では簡単に見つけることができないようなものさえもこういった AI で見つけることができるわけです。人間よりも必ず AI がいいというわけではありません。この2つを組み合わせることによってより正確な診断ができるようになるということになるわけです。これは VR を使って医師のトレーニングをやっているところです。例えば ER でこのようなことが起こりうるといったことをトレーニングするわけです。例えばクリップボードで、そしてマネキンでやるという方法の代わりに VR でトレーニングを行っていきます。例えば飛行のシミュレーションと同じです。パイロットがトレーニングを受けるのと同じようなトレーニングを医師に対して提供しようということで、バーチャルな世界を提供し、そして ER の世界でいろいろなシナリオといったものを流します。こういったことが起きた場合にはこういったことをやるといったことをどんどんと練習していくわけです。それの方がずっとトレーニングも効果が出るということになります。私はできるだけ医師の方々にこういったものでぜひトレーニングを積んでいただきたいというふうに思っています。医療業界というのはこれによって非常に大きな免疫を受けることができるでしょう。より健康でより無駄のない医療というものが行われるようになり、そして寿命も伸びるということになるんだと思います。もちろん危険なことを人間というのは毎日毎日やっています。それは運転です。先ほどのプレゼンテーション見ましたが、アメリカの事故というのは本当に多くて、2015年はアメリカだけで3万5千人の人が交通事故で死んでします。日本の方はもっと安全なんだと思います。なぜならば年間4000人しか死んでないからです。それでもその4000人の人たちというのは本当は交通事故なんかに遭わなければ生きていることができた人たちということになるわけです。ということで
こういった交通事故というのは実は車のエラーではなく 96% が人間のエラーによって引き起こされています。例えば他のところに気を取られるとか、そういったような形で人間は短い時間で反応ができないからです。テクノロジーはこういった問題を解決することができます。より安全になるということではテクノロジーが使われております。例えばアンチブレイクであるとかシートベルトであるとか、それからまた車線逸脱防止装置であるとか、さまざまなものがもうすでに使われています。でも完全に自律走行になってくれば、もう本当に交通事故がゼロになる日が来るということが考えられます。自律走行ができる技術というものはもう今の時点でも本当に素晴らしいものがありますが、本当の意味で全てのシナリオで対応できるような、そういった AI が必要になるということになってくるわけです。今の自律走行車は素晴らしい、だけれどもエネルギーの消費量は相当なものです。今あるシステムというのはバッテリーのうちの約 3% がこれによって消費されているということになります。 3% は大したことないというふうに考えられるかもしれませんが、しかしながら自動車のバッテリーというのはスマホの約2000倍も使っているわけです。ですからものすごい規模だということになります。この自律走行車といったものはまだまだ一番最初の段階でしかありません。本当の意味で L5 の完全に自動車がどのようなシナリオであってもそれを取り扱うことができる、そして本当にどのような場合でも反応することができるといったようなものになりますと、これはものすごいコンピューティングパワー、演算能力が自動車の中になければならないということもなりますし、何百万という走行によって学んだことをある一台の車の中で実現していくわけですから、それにはものすごいエネルギーがいるということになります。そうなってくるともっと省エネの方を考えていかなければなりません。車の中にスーパーコンピューターが1台乗っているようなものです。そういった意味では省エネの問題、それからまたコスト削減といったことをやっていかなければ、本当に自律走行車が大規模に運用されないということになってくるわけです。でもこれは可能だと思います。なぜならばこれはエンジニアリングで解決できる問題であるからです。テクノロジーというのは人々をより安全にする、それからカメラとかそういったものもいろんなところにありますから、私たちの生活も安全になります。例えば公共の場で先進国を見て回りますと、たくさんのセキュリティカメラがあちらこちらにあります。まあ、悲しいことにやはり悪人というのは常に世の中にいます。そういったことに対する対処です。普通のセキュリティカメラというのは非常に膨大な量の動画といったものを作っていますが、これはとても分析、人間が分析できるようなものではありません。ですからカメラそのものにインテリジェンスを当てて、そしてフィルミングをしながら同時にまた怪しい振る舞いを検知するということをさせようとしています。その人たちが何をしているのかということをインテリジェンスが判断し、普段とは違う振る舞いをしている人たちがいれば、そこを検知して、そして周知するということになるわけです。こういったカメラというのは私たちの生活をより安全にしてくれます。車にも道にもいろいろなテクノロジーが必要になります。そしてこれから先もネットワークというのはどんどんと進歩していくでしょう。スピード、そして待機幅というのがもっと必要になるわけですが、このネットワークそのものにもインテリジェンスが必要だということになります。ネットワークというのはデバイスからデータセンターへという形で非常に高度なスイッチを使ってつながっていたわけですが、将来的にはインテリジェンスがネットワークの中に入ってくるということで、インテリジェンスフレキシブルクラウドというものが生まれるようになるでしょう。つまりデータが動いていく中で処理がされるというものです。データが収集されるところで処理をすることができる。すべてのデータがエンドポイントでセンシングされ、そしてクラウドに送られ分析され、その結果がすぐに出る。しかしながらそれを全部やるためには大変なエネルギーといったものが必要になってくるということになります。ですからネットワークそのものがインテリジェントにならなければならないということになります。ということで、どれぐらいのデータが本当にもう今生まれているのかということを考えると、 Google というのは音声認識のテクノロジーに関してはパイオニアなんですけれども、もし Android の携帯電話を持っている人たちが例えば音声認識とか処理とかを3分間やったとしたら、実は今あるデータセンターを2倍にしなければその処理は追いつかないということになるわけです。つまりこれだけの処理能力が必要になる。ということはそこで必要な
パワーをそこで提供しなければならないし、それからまた普通のネットワークの中で不必要なデータはもう収集しない。これはいろいろなソースから出てくる情報といったものをきちんと分析することがその場でできなければならないということになるわけです。エンドポイント、それからネットワーク、クラウド、いろんなところでインテリジェンスが生まれ、そしてそこでそれらのものをつないでいかなければならないということになります。今から分散型インテリジェンスについていくつか例を挙げていこうと思います。いろいろなところでデータを収集して、そしてその収集したところから動いていく中で分析が行われるというものです。これは世界のエコシステムがなければできないことです。一社ではとてもできない。パートナーシップを組みながら、すべてのテクノロジーを組み合わせて、そしてインテリジェンスを組み合わせて、将来の私たちの夢を実現していかなければなりません。それをやっていく一番の場所というのは、本当にこれがエコシステムだというふうに考えるわけです。26年にわたって私たちはいろいろなパートナーとエコシステムを作ってまいりました。チップ、それからソフトウェア、デバイス、そしてまたクラウドテクノロジー、データ、情報、最終的にこのクラウドで処理されるということで膨大なパートナーシップをこれまで組んでまいりました。そして最先端のテクノロジーを毎日毎日私たちの方で実現しているわけです。ここではやはり効率ということが重要になります。コストをいかに下げるかということが重要になります。グローバルベースでこのテクノロジーを使えるようにするためには、それが必要になるということになる。同時にまたセキュリティも必要です。これまでセキュリティといったものが話されておりませんが、しかしながらこのテクノロジーを信頼するためにはセキュリティが必要です。たくさんの作業が必要です。そのデータが暗号化され、そしてハッキングされないようなシステムを作り、侵入された場合にはそれを検知できる。そしてソフトウェアというのは常にアップデートされる。そして新しい脅威ができた場合にはそれに対抗するものがすぐに作られるといったようなことをやっていかなければならない。それがパートナーシップによって初めてもたらされるわけです。私たちの前には大きな技術のシフトが待っています。この分散インテリジェンス、小さいコンピューターから大きなコンピューターまで、こういったものが情報の革命の基盤となります。より安全で持続可能な世界ができるチャンスがここにあります。コンピューティングの進歩、これによって得意点、シンギュラリティに近づいています。孫さんが目指すシンギュラリティです。これは怖いという人もたくさんいます。つまりその影響は恐ろしいものになるんじゃないかというふうに、雇用が失われるんじゃないかと思っています。次の波はしかし量的にも質的にも生活をより良くしてくれる、守ってくれるものだと私は思っています。いろんな人がいろんなことを書いています。いろんな場所でいろんな観点が示されています。私はこの引用が大好きです。ガリュー・カスパロフ、名前はよく知られています。彼は世界のチェスのチャンピオンです。何年もそのチャンピオンの座を守ってきましたが、97年にコンピューターに負けました。 IBM が努力してコンピューターを使って世界のチェスチャンピオンを打ち負かそうとしたわけです。このカスパロフは少しそれに怒りを示した。コンピューターが嫌いかと思われましたけど、でも彼はこういったことを言っています。つまりこんなことは心配してもダメだと、これが大事なことです。つまり抗生物質ができて墓穴掘りの失業したと、そんなことを心配してはダメだと彼は言っています。例えば煙突掃除とか、あるいは馬の想定をするとか、そういった仕事がなくなることを心配するよりも、もっと新しい仕事ができてくるんだと。例えばシリコンバレーにはデータサイエンティストが今非常に求められています。こういった仕事はどんどんテクノロジーのシフトによって生まれているんだということも忘れてはなりません。私たちはまだ始まったばかり、本当にエキサイティングなテクノロジー、業界にとっても新しい時代となりました。一人一人がこの地球上でそのメリットを受けることができます。今ソフトグループの中でアームは非常に楽しみな時代を迎えたと思っています。実際にこの買収が発表されてからずっとこのグループの仲間にいることが楽しくてたまりません。素晴らしい会社のグループに入ることができました。ですから次の1000億のチップ、これによって子どもたちの夢にかなう世界を作ることができると思います。素晴らしい未来が待っている。もうそれを実現するタイミングを待ち遠しくてたまりません。どうもありがとうございました。サイモンの頭の中にあること、
サイモンが思いが描いているこれからやってくる世界、それがチップの設計の中に実際の表現として現れてくるわけですね。ですから、どのような世界がやってくるのかということを常に想像しながら、そして どのタイミングでどの技術が組み合わされた時にできるのかということを、人々のニーズと願望ですね、そういうようなものを想像しながらそれをチップに落とし込んでいくと、これが重要な我々の世界を形作ってくれるわけですね。後々の人々は言うでしょう、チップを制した者が全てを制する、データを制した者が全てを制すると、そういうふうに後々の人々は言うだろうと思います。そういう意味で ARM は我々ソフトバンクグループにとって欠かすことのできない中核の会社であります。これはソフトバンクというよりも、先ほどから言っているように人類にとって、この地球上に生存している、生きているあらゆる生命体のためにも重要な役割を担うというのが ARM だろうというふうに思います。我々はそれを預かっているというふうに過ぎないというふうに思います。さて、最初に冒頭に言いましたように、ジェントリーたちがですね、その彼らの騎士道に従って、騎士として自らの単なる富だとか名声だけではなくて、多くの人々のためにリスクを恐れずに、人が人を殺し合うために彼らが生まれたのではなくて、人の希望のために、人々の幸せのために自分たちが尽くすということで頑張りました。まあ、後々それはジェントルマンというふうに言われるようになりました。ジェントルマンの語源がジェントリーだということであるとするならば、我々はまさに人々の幸せのためにですね、新しい時代のテクノロジーにリスクを恐れずに、そこに投資するキャピタル、資本、これと技術に対する理解、技術に対するビジョン、それが合わさった時に、私は新しい時代がより早くやってくるというふうに思っているわけです。単にお金のために仕事をするんであれば悲しいことです。単に権力のために人生を費やすとすれば、それは虚しいことであります。我々は人々の幸せのために、人々だけではなくて、この地球上に生きている全ての生命体の幸せのために、我々の時代だけではなくて、この時代のため、孫の時代のため、100年後、300年後、1万年後の我々の幸せのために尽くしていきたい。情報革命は、人工知能は、我々人間、人類を危険にさらすために生まれたのではないと、我々をより幸せにするために生まれたんだというふうに私は信じています。ぜひ皆さんが力を合わせて、みんなでこの新しい時代のジェントリーになることを、そして技術の冒険者になることを私は願って、今日のスピーチを締めくくりたいと思います。ありがとうございました。